20対20の法則を理解する。すべての問題を把握することはできない。根本原因のうち 20% の原因を見つけることに注意を置くこと。自分の行動パターンや習慣を再構築してし直してみる。ステップ1。問題を書き出す。リストとして具体的に書く、抽象的、曖昧な書き方は控えること。ステップ2。根本原因を特定する。問題を引き起こした行動の裏に、深い理由は何かを明らかにしよう。なぜを問い続けよう。マネージャーの仕事は、事実と卓越を手に入れること。みんなをハッピーにすることではない。取るべき手段としては、誰かを解雇して適材に置き換えることは必須。相手は望まないかもしれないが、全体的なバランスを調整すること。ステップ3。計画を作る。根本原因に取り組む計画を練る。計画は映画のようなもの。括弧脚本。問題達成の可視化をすること。みんなが同じ考えでなくても良いが、主要メンバーは考えが同じでなくてはならない。ステップ4。計画を実践する。同意を得た計画を実行に移す。誰もが見られるように進捗を追う。過去との対比、未来の予想を少なくとも、決次で報告する。現実に反映して計画を調整していく。問題を回避するためにマシンの改善をデザインする。目標達成の問題が診断できたら解決する道をデザインする。この工程は何度も修正を行うことがあること。一回でうまくいくことの方が難しい。しっかり反省し高次元から問題を見ることが重要。重要なのは一歩離れて見ること。マシンをデザインしシステム化すること。性格も重要だが創造性も重要である。良い計画は映画の脚本のよう。計画通りに行く確率が高まる。誰がいつするか、結果はどうかを描こう。良いマシンは、人間は不完全なものと事実を考慮している。デザインは反復のプロセス。悪いものと月のものの間は取り組み期間だと思うこと。不平が多い。だから何もしないという人はいるが、不完全でもやってフィードバックがある方が理にかなっている。何もしない方がいいという考えは筋が通らない。戦場荒らしという言葉がある。前回では頻繁に起きないが、良い時代に蓄積した大きくなりすぎたものを根こそぎ洗い流してくれる。森の保全のためにもこの種の嵐が必須である。そうでなければ弱い木が増え、育ちすぎた木々が他の成長を阻止してしまう。会社や組織、社会にも同じ現象が言える。この世の原則、強いものは生き残る。組織は上から下に向かって築くこと。ビルを建設するのとは逆だ。基盤はトップにある。平社員よりもマネージャーを雇うこと。マネージャーはマシンのデザインを作ってくれ、それに合った人材を選んでくれる。高いスタンダードの信頼できる人物が監督すること。組織ピラミッドのトップにいる人が直属の部下に注意を払う。管理するスキルを持ち、深く理解している必要はある。組織は人間に合わせて作らないこと。まずルールをデザインする。そのデザインに合う人間で構成すること。まず組織図を作る。括弧システム。それからその資質の人選。自分がいなくなっても
組織が結果を出し続けるような永久運動を続けるマシンを作らなければいけない。GE3M、中国共産党などがこれをうまくやっている。次世代リーダーが現役リーダーの思考、意思決定に接し、学びつつテストされるようになっている。自分の仕事にだけ注意を払うのではなく、自分がいなくなったらその仕事がどのように行われるのかに注意を向けること。自分以上の仕事できる人を採用することを努力すると、自分の他のことをする余裕ができる。トレーニングして自分がやっていることをやらせてテストさせる。コンサルタントは上手に使うこと。コンサル中毒には気をつけること。外部委託は推奨するか。業務に依存したり、完全に任せるとコストが高く、自社のマシンを作る上でも良くない。フルタイムの人が必要なら、その人材をポジションをつけて雇う方がいい。コンサルタントは割高になってしまう。部下、他の人が自分で盲点に気づき、何とかすると思っていたら間違いだ。誤った意見でまずい決定をする人はよくいる。害があると分かっていてもやってしまう。盲点に気づけば、その落とし穴を避けるだろうと以前は思っていたが、そうではない。彼らがしたくてもできないような役割に就かせること。他の部のための仕事をしないこと。他の部の監督者と話したこと以外の仕事をさせないこと。戦略的ビジョンを一定に保ち、環境に応じて戦術的な変更を適切に行うこと。徹底的な事実に基づき、徹底的に隠し事をしない運営で生み出す社員一人から1500人になり成長し、40年の実績がブリッジウォーターにはある。価値観と戦略的目標は維持されるが、新しい世代が古い世代にとって変わり、常に変わり続けてくるシステム、家族やコミュニティと同じ。一時しのぎの急場解決を戦略に優先させてはいけない。家を設計しているとしよう。まず大きなところから描く。家の途中上に立ち、水はどこから、送電線をどうやってつなぐか、部屋はいくつ作るか、ドアはどこに、窓はと計画し、それをつなぎ合わせていく。どうフィットするのかが分かればよい。それと同じで大局観を持ち、その結びつきを知ること。他人の不正に振り回されないこと。人は機会があれば想像以上に不正を働こうとする。わずかな不正を許さない。だからコントロールが必要。調査する。また調査することは事前に知らせるようにする。監査役がいなければ法律の意味はない。経費精算など確認しないで判を押さないこと。監査人を監査すること。自分に代わって購入するお金を懸命に使うと思わないこと。 1. 彼らのお金ではないから。 2. 妥当な金額を知るのが難しいから。会社の経費であれば痛みがない。例えば12万ドルのコンサルフィーの決定をするのと、社員たちの個人的な家の修繕ではペンキ屋と猛烈に値切ることをするのに、それをしようとはしない。そういうものと認識しておくこと。不正行為を防ぐために晒し組みを使う。あまりにもひどい場合は末路はこうなるよというのを誰もが見られるようにする。肩掛けではなく仕事の流れとデザインと能力に応じて責任を与える。どうやってエレバレッジを効かせるかを常に考える習慣づけ。少しのことでたくさんのことを達成する方法を探すことだ。この1時間で50時間分を使うこと。私の1時間の式では
50年以上の人がそれぞれ1時間自分の役割の仕事を実行させれば、結果的にゴールに早く到着する。テクノロジーはレバレッジを効かせるための最大の素晴らしいツールである。研修でなるべくレバレッジを効かせるためによくある質問と回答は文書化、音声テープ、ビデオ、マニュアルに入れるように、そして定期的に更新する。さらに、これからは AI に処理させ、いつでも見れるアーカイブやクラウドなどをうまく使うこと。継続そのものがレバレッジの一つだ。問題のために同じ努力をしないで済むよ。能力のない人間が大勢いるより、優秀な人を少数でテクノロジーを有効に使う方がはるかに良い結果が出ることを認識しよう。優れた人プラス優れたテクノロジーをシステム化する。レバレッジ人間を生き合う時間を最大化させる。ほとんど全て予想以上に時間とコストがかかるものと覚えておく。計画通りにうまくいくことはほとんど稀である。そのズレをどう社員と調整するかが大事。考える前に行動しないこと。作戦立案に時間をかけよう。未来が支えられそうと思ったら一歩退き、対処するのに良い方法はないか他の人といろんな角度から考えてみよう。誰でも多くのやることを抱えている。1、優先事項を決め、ノーと言ってやることを少なくする。2、適切な人を見つけ任せる。3、生産性を改善する。イライラしないこと。今悪いことがなくてもいずれはやってくる。そしてその逆もある。現実とはそういうものである。ウィンストン・チャーチルは、成功とは失敗を重ねても情熱を失わない能力のことと言っている。失敗の間の期間を楽しむこと。チェックリスト、トゥードゥーリストを使うこと。休憩と修復の時間をしっかり取ること。仕事し続ければ燃え尽きてしまう。急停止することになる。やるべきことに焦点を当て、休憩時間を予定に組み込むこと。成功する。目標達成したらお祝いしよう。自分に対しても他人に対しても刻み込むこと。三つのことを得るために人と働く。1、選択した使命を一人でするよりも大きくより良い達成するためのレバレッジ。2、素晴らしい組織を築く。質の高い人間関係。3、自分や他人が必要なもの、欲しいものを買うためのお金。レーダリオさんはこの全てを大きく期待以上に上回って持っていると言っている。CEO、一人より素晴らしいリーダー、複数、括弧3人くらいのグループの方が良い。システムより力のある人、あるいは重要で変えられないという人がいないようにする。中国の指導者、王岐山は、古代ローマ、イリュス・カサエルが政府に反乱を起こした時のことを思い出させてくれた。カサエルは同僚のポンペウスを打ち負かし、議会から共和国のコントロールを奪い、自身を終身皇帝とした。カサエルは暗殺されてしまう。ガバナンスが回復した後も、ローマがかつての姿に戻ることはなかった。ガバナンスとは、統治のあらゆるプロセス。統治、支配、管理のこと。組織をまとめ上げるための方針や
ルールを決めること、企業統治、ガバナンス、など、王国のようなグループを作らないこと、アイデア本位主義にする。アイデア主義に全ては基づく。何も過去にも徹底的な事実と徹底的な隠し事をしないこと。問題に出くわしたら必ずそれをノートなどに書き出し止めておくこと。そして継続を用いて改善策をね、実行をすること。苦痛プラス内省イコール進歩。苦痛ボタン。格言の一つで、測定できないものは制御、改善できないという格言がある。以上です。ありがとうございました。